んにちは、AB ライフのマリコです。今日は体幹を強化するエクササイズを紹介していきます。短時間で、体幹の深層部にしっかりと、効いてきます。ぜひ一緒に行っていきましょう。じゃあまず、うつ伏せです。お腹を下につけて、で、肩の下に肘です。で、胸を起こしたときに、肩がね、こう耳と近づかないようにしっかり肘でマットをして、首を長く、肩を下の方、肩甲骨も下の方に下ろしていきます。で、そのまま後ろのつま先を立てて、お腹を浮かせましょう。で、前で組んでもらっても大丈夫です。肘をしっかりと固定していきましょう。で、この時注意です。お尻が上がりすぎてないの確認してください。まっすぐです。で、あと腰がね、こう落ちないように、おへそも中にぐんと引き込んでまっすぐです。かかとから、足背骨、頭とね、一直線上にします。で、ここでまずキープしていきましょう。これだけでもだいぶね、体幹の強化につながっていきます。で、大丈夫な方は右の足をまっすぐ上げて、骨盤平らです。ここで10秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お尻の位置そのままです。で、左足も上げて、お尻上がらないようにキープです。腰も広がらないように。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。下ろしましょう。はい。で、そのまま右の足から外を出して、外、外、中、中、繰り返します。で、だんだん肩が上がりやすいので、しっかり肩を下の方に下ろして、下ろして、お尻もね、上がってきてませんか。繰り返します。はい。そしたらこの左足から歩きましょう。外、外、中、中、お腹を引き込んでいきます。頭遠く引っ張ってください。はい。はい、膝をつけて、リラックスしましょう。で、余裕のある方は、もっとプランクの、キープする秒数を増やしたり、あとこの最後やった中中外外の回数も多めに行ってください。はい。今後もいろいろなエクササイズ動画を配信していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。